やってまいりました。東京から車で1時間。私はですね、埼玉県。見てください。八潮市のですね、浮花橋東。ここですね、見てください。安い車さんがありますよ。アゲン。ちょっとこれ見てください。いかにもこのほら、ロリンザの北九州ナンバー。絶対に悪いですよね。3回ぐらい機関銃で撃たれてます。ものすごい車ありますけどですね。実はですね、ここのですね、まあこれはちょっと高級なんで、ここにですね、私の大好きな30万円台の車がたくさんあるですね、ところがあります。お店のオーナーがこの中にいます。紹介したいと思います。寺尾社長、社長、出てきてください。出ました社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。来ましたよ寺本社長。またなんかいいですね。鼻から悪そうな車がいっぱいありまして。これ完全に悪いでしょ。この北九州のこれ、当然どっか組の多いんですかこれ。違います。違う、ロリンザでこれ知ってますか。これすごいですよね。新車で買うと2000万超えしますよね。そうですね、はい。これ一体いくらぐらいですか。250万とか。2500万がですね、250万円。ガンガン車あります。今日はこの人、他にも実はこのね、アゲインはたくさんの車あるんですよね。はい、そうですね、はい、今在庫で130台ぐらいですね。あ、そんなにですか、はい。一番右側がキャデラックですね、はい、あれ真ん中がリンクガンですね。あれ見てください、これアメリカのなんかサービスで、ポリス、はい、シークレットサービス、これトランプのなんか護衛、まあ、SP みたいな人たちが乗ってますよね。あれにも機関銃がついてます。アゲンの車買いますと、チャカ付きです。あれ、例えばあそこにあるハマーありますよね、はい、ハマー2ですね、はいはい、あのハマー2はおいくらですか。150、60万。あ、いや、はい、今ね、ちょっといいでしょ。あの最近それこそなんかね、あのなかなか見かけなくなったんですけども、まあ、ああいう風な車もね、かっこいいよね。こことはまた別にですね、車があるということなんで、あの社長と一緒にして見に行きたいと思うんですけども、実は社長のお友達、まあ愛人なんですが、中にですね、いますのでね、ちょっとお見せください。もう社長はね、私多分愛人だと思うんですよ。愛人なんですか。愛人だと思いますね。お見せしたいと思います。愛人として出てきてくれるんですか。いや、愛人としては出てこないと思います。バックオフライドでいつもお世話になってみますね。まあ私たちの時代ではね、すごく、まあ、セクシーアイドルだった。出ました、サントルシア。ルシアちゃん、ありがとうございます。いやいや、かわいいでしょ。もうね、ルシアで私はね、何回お世話になったか。すごいでしょ。実はこの近くに住んでるでしょ。もうすぐ近くで、実はもう今日来るということで、私も知らなかったんですけども、もうこちらにね、来てるということで、多分ですね、社長と深い関係だと思います。奥さんがすごい綺麗な人で、うん、仲良しで。あ、愛人じゃないの。俺てっきりできてないの。違う、全然。どうして歩いてきますよ、ね、社長、寺さん、これ辺のキャデラックの、はい、これのエスカレード、はい、これかっこいいよね。新車だといくらですか。1300万ぐらい。1300万円のこれ何年落ちですか。10年落ちぐらい。10年落ちの1300万円がこれいくらぐらいですか。200万円ですよ。ワゴンワールと一緒ですよ。新車のワゴンワール、タントを買うか、キャデラックエスカレードで六本木の夜をブイブイ言わせるか。確かですよ。これいいでしょ。ほら、中だってほら、これ200万だったら欲しくなっちゃうね。新車のワゴンあるのがいいな。誰何そのお前、保守的なこと言ってんだよ。社長、近くですよね、ここから。はい、はい、今日ですね、まあたくさんあるんですよ。おー、ありますね。ほら、だからこういうのが全部で4箇所。他には高い車とかいっぱいあるんですけども、今日は30万円と、30万円台にちょっと絞り込んでですね、車いろいろ紹介したいなと思いまして、まずこっちのこれですね。 BM のこれは3シリーズ。3シリーズ。いい感じじゃないですか、これ。何年くらいの。2006年のまあね、ワゴンってことでツーリングなんですけども、でまたここがね、見てください、ほら、ちょっと荒れた感じがするでしょ。値段を安くしてですね、あんまりなんていうかな、そのまま持ってきて、で契約が決まったら綺麗にするということなんですかね。そうですね。ちょっと中見ていいですか。なんかシュッとしてますよね。走行距離出ました。5万5000ですね。走ってないね。ほら、シートも綺麗ですね、これ。ほらほら、
黒いシーツだからあんまり汚れ目立たないし、ね、それいいですよね。2006年14年落ち14年落ち人気の BM の3シリーズのツーリーワゴン、気になるなお値段ですよね。これ社長、はい、あのサントリーさんって愛人じゃないですか？違います。違う、てっきり私愛人だと思ってたんですよね。さあ山さん、これおいくら？38万円で。あ、今ちょっと聞こえなかったですよ。聞こえなかった。最近ね、年取っちゃって、あの、耳があんまり聞こえなかった。なんかもう30でいいんじゃないですか？社長、うちの店長、うん、店長、失礼しました。38が30で、30で伊藤さん来てくれたんだよ。いかがですか？30だったらいいですよね。そうですね、うん、どうですか、じゃあ店長、私は大丈夫ですね。僕が言うから大丈夫です。何を根拠にしてる。いいとこどこですか？いいところってやっぱ足回りがいいんで、うん、昔からのやっぱ BM って、うん、星の BM と言われてるんで、うん、この3シリーズってもともとが、うん、5とか7とかあるんですけど、もともとのベースがやっぱ3シリーズで走りやってるんで、しっかりしてくるものです。で、M スポーツなんで、まあ、もちろんダウンタッチとかでも結構やってます。うちの家です ね、 そうですね。確かに BM っていうのは昔小さい方が BM らしいって言ってたんだからね。走行距離も5万ですって言ってたんですよ。そうですね、はい、30万円。今回は伊藤さんが来てくれた30万円。30万円でいいですか？はい、はい、ありがとうございます。え、どうする？え、いいですね。車検、あ、車検気になるだろう。さすがルシア。このそれはどうですか？基本的には、ね、うん、俺は社長の権限で。何権限で。処刑金は5万円もらえたら嬉しいんですけどね。うん、35で車検込みで全部。どうですか？いいの？どうぞ。いいですか？コミ、うん、これはいいな。いや、これね、あとツヤもいいし、うん、悪いとこ僕もねちょっと見た感じでないと思いますね。これがいいでしょ。これですよね。これが輝いてますから。あの、ね、今汚れてますけども、これあくまでもこれ雨ざらしということで、こういうところにあんまり手入れをかけないから値段が安い。お嫁行く時には非常にね綺麗になって、アゲインのね皆さんがもう、まあ、これあの西部工場あるんですよね。はい、はい、セーブ工場があるんで、それも OK ですね。はい、はい、そういうことです。30万円でこの3シリーズのツーリングどうでしょうか。続いていきます。こちらです。これね、私大好きな車ですよ。ジャガーの XJ、はい、このジャガーの XJ ですね、はい、これ年式は2000年ですね。2000年、ちょうど20年前ですね。2000年、20年前のジャガーということで、このなんとかロングノーズのジャガーっていうのもこれが最後のモデルですね。この後はまあ今時のジャガーになっちゃったんで、クラシカルジャガーってね、 V8 でね。でこれ安いやつはですね、ここのとこは黒だったりしてたんだよね。でこれはちゃんとメッキになってるからね、これちょっとねいい感じで高級バージョンなんで、ちょっと見るとですね、シートも20年前と思えないくらい。で先ほどね、撮影する前に寺本社長はこれあのナビがついてないからどうなんだっていうふうにね、なんかちょっと心配してたんですけども、ナビがついてないからまたかっこいいと。というのは今もうスマホで十分に対応できるから、生地ナビがついているよりもスマホはあそこに置いた方が逆に今の新しい情報が手に入るということで、私はポルシェにしろフェラーリにしろ当然ナビなんかついてないわけで、こういうクラシカルの車にナビがついてる方が私はまあかっこ悪いというふうな形なんで、ものすごくいいです。そしてもう一つね、ちょっとカメラで見てほしいんですけども、全然ねあの木目の部分が割れてないですよね。じゃあフリップなんか割れる部分なんですけど、本当にオーナーの方が後ろにあんまり乗せてなくて前に乗ってるんで、シートは後ろのシートちょっと見てほしいんですけども、はい、すごいなんか綺麗なんでびっくりするくらい、ほとんど人乗ってないんじゃないかというふうに思いました。ほら、これですよ、ジャガーの V8 3.2 リッターね。 3.2 リッター、この時代のジャガーってのはちょっとあれですか、店長、燃費？そうですね、うん、燃費気になる、うん、
大体どのぐらい？まあ5、6キロ。ちょうどね、やっぱりそこがやっぱりね、ジャガーがもう一発ね、今の時代、そんなに人気がない理由なんですけども、ただそれをもですね、もう忘れるくらい、このジャガーのこのシルエット、それともこのね、化粧が終わってないんですけども、ブリティッシュグリーンのジャガーらしいですよね、品がいい。これどう？うん、後ろ。あんま好きじゃない。聞かなければよかったです。この車の良さをちょっと教えてください。それがついて、僕から言わせると、うん、ジャガーってどうしても紳士的イギリスの車で、うん、やっぱ XJ っていうのはやっぱ多忙な車だったんで、うん、当時は高くて、早かったよね、うん、これちょっと後ろに撮ろうと思いますか。はい、あ、いた。あ、綺麗、綺麗ですね。あらららら、意外と深くて。そうですね、ゴルフバッグ入るぐらいの。ゴルフバッグね、そうやって入りますね。はい、なんかクラシックでいいでしょ。このなんかテールもさ、ちっちゃくて、で余計なものついてなくて、で、なんたって右ハンダって言うんですよ。イギリス右なんでね、どうしてもジャガーは右の方がいいし。これ30万円台で買えるってことなんですけど、ちょっと今社長いなくなりましたけども、これいくら？いくら？33ぐらいですかね。え？じゃあ30で困ってます。まあ社長がいないんで。ああ、社長来た。まあ30って言ってください。社長、もう30になりました。これいいな。これ30、勝手に値段決まってますけど大丈夫ですか？これすごい良くない？だってこれさ、それこそホテル行ったっていいし、盛り場行ったって。だってホテルのさ、お前さんスカサで開けてくれるよ、買って。でほら、見て、綺麗だもん。これ俺絶対おすすめだな。俺買いたい、これ乗って帰りたいぐらいだな。これ問題点は、ジャガーって壊れた後でちょっと修理がかかっちゃうんですけど、うん、ただそれ以外は普通に乗ってるのに問題ないと思いますね。問題ない、うん、どうですか社長、社長これ社長、さっきからね、田口社長、もう僕と目を合わせてません。しまった。僕ら実はこのね、あの連絡、あの今日取材するんで連絡したで、まさかこんな厄介なね、テリー伊藤が来てめんどくさいこと言って、でさらにもう忙しいんですよ。1日3000ぐらい売れてるんですよ。いやいや、ものすごくここね、実は売れてます。それ何かっていうと、他よりも安いんですよ。だから売れてるんですけども、もうそんなんでね、僕ずっとさっきから朝からいるんですけども、そろそろ飽きてきてます。そんなことないです。さあ続けていきましょう。30枚決まりました。さあ続いてはこちらです。じゃん、七瀬仕様のですね、 C クラスの250のワゴン。もうね、これは自由が丘の奥様の憧れの車ですよ。もう二子玉行くと、これはもうね、勝利の方程式です。こういう車が一番ですね、奥様方が大喜びなんですよ。昔のベンツはね、このなんかスリーポイントのこういうのはね、ここにつかなかったんですよ。これが突き出してからもうね、急にまたグンとアップしてしまった。大人気ですね、これ。そうですね、はい。さあこれは何年もんでしょうか。2008年モデルです。2008年、ちょっと12年前ですね。これはまたね、爽やかな感じがして、またジャガーみたいなちょっとね、クラシカルな、ちょっとなんか重厚のとは違ってスタイリッシュですよね。やっぱり右ハンドルがいいですね。ちょっと後ろ回りましょうか。このマーク、これね、幸せの方程式、柳瀬ですよ。ちゃんと整備もしっかりやってんじゃないかなって感じがしますので。店長、この車の良さを教えてください。昔の車の C クラスっていうか、初代が202っていうんですけど、うん、現行のリバートなんですけど、うん、ミッションも、7速オータマになってると思うんですけど、はい、排気具が小さい割にはレスポンスがいいような感じで、エンジンも強いですね。もう軽い感じがしますよね、はい、中も全然なんかね、あの嫌な感じで、使用感がないですね。これやっぱりいいよね、ほら、あんまりね、あの使ってる感覚がなくて。あれですか、これなんかこの白いのはもしかしたらワンちゃんですね。これもしかしたらタワーマンションで完全に住んでましたね。ワンちゃんの毛だと思います。さらに幸せの匂いしてきましたね。何、白髪になるじゃないですか、年取ると。もうさ、言ったのとはもう知らないじゃないや。これはワンちゃんの毛だって。どうでしょう、じいさんの白髪じゃない。
でもこれワンちゃんじゃないと思いますよ。硬いもん。え、これな、なんて？ねえ。どれ、ちょっと待って。これ？あれ？あれ？そうかも。いや、俺じゃ、俺だよ、俺だよ、俺こんな長くないですよ。なんですかこれ？そんなもう付き合ってらんないんで、次行きたいと。やっぱいいですね。あ、ここちょっとあれですね。ちょっとこれ汚れてますね、これ。ご店長。今取れますね。あ、取れる。特殊なやつで、ね。あ、取れちゃうんだ。あ、取れちゃいいな。でも車はね、悪くないです。さあ、気になるのはですね、こちらの C250 ワゴン、お願いします。また僕ですか。社長、今回は社長の方が。社長、30で来ました。はい。これはおいくらでしょうか。30で来ますね。うん。30しかない。30しかない。これでもね、本当ね、だからもう、社長はね、俺のこと嫌いなんですよ。何かと、これ実はね、本当はもっとね、高いんですよ、本当は40万以上。それをね、私がもう強引に今ここでいて、ダグテリーの野郎、早く帰んねえかなと思ってるんですけども、30、30、30、30。どうですか皆さん、アゲン、ヤシオのアゲン来てください。何度でもアゲンですよ。お願いします。あれ、これ元々いくらですか。これね、ネットで実は調べたら、58万なんですね。俺ほんと嫌われるよな、この企画ね。このシリーズ、30万シリーズ、多分ね、今回最後かもわかんない。よそやってくれないと言いながら、また上げに来ますけど私。あの経費に関してはですね、そんな高くないので、あとはね、あのこちらのですね、店長と社長のところでね、ご連絡ください。さあ、4台目いきます。続いてはですね、こちらです。大人気ですよね、今代官山広あたりでね、横文字職業の人にとってはもうね、一番人気、ルノー・カングー。これは何年もでしょうか。2008年モデルですね。2008年、2代目かな。そうですね、そうですね。もうあれですね、3ナンバーになってから。そうですね。あ、そうですね。いや、これね、実は特にこのなんか色が一番ね、一番人気です。これね、なんかあの、よくあの代官山の洋服屋さんとかね、はい、花屋さんとか、もともとあのそれこそあのフランスの貨物車だったんですけども、あの八屋さんとか果物屋さん、それがもう日本と急にですね、もうおしゃれな、ほらこれです。ほら、これかわいい、この雰囲気見て。でね、これまたすごいな、ちょっと見てください。前シートがね、あんまり汚れがないんだよね。実はカングーってこういうところの色が色褪せてきちゃったり、変色してるやつが多いんですけど、これ実はそれが全くない。これどうですか、実際乗ってみて。調子はいいですね、普通に。年式立てる割にはそんなにもエンジン調子も普通にいいんで、うんうん、何しろ私もね、運転したことあるんですけど、乗りやすい。大きさもそんな大きくないですよね、これ、はい、はい。ちょっと後ろ見てみたいと思います。可愛いでしょ、この開け方。ちょっと見てみたいと思いますけどね。ほら、これです、これ。ほら、この幅とか、これフランスの花市場のケースの大きさがちょうどここに入るという、非常にやっぱりフランスではそんなやつで、フランス人の人はですね、日本でなんで我が国の商用車がみんなおしゃれに乗ってるんだって、フランスですごくびっくりしてるんですよね。これもいいですよ、大事だね。ちょうどこのは日産とも組んでる、これですよね。そうですね、部品供給も日産から一応出てると思いますので。そうなんでね、だからこれ買ってもですね、近くの日産で、ね、うん、はい、手に入ることができるから、意外とこれはあのなんか国産車と同じような感じ で何しろね、走りがいいんだよね、ほら。でちょっと天井見てください、ほら、あそこにいろいろ荷物が入るでしょ。こういうのがほら、これほら、これが全部両サイド、こっち側も入ってるんですけども、こういうの女の子なんかがね、こういうのなんか4人ぐらいでさ、湘南とか走ってるとなんかたまんないよね。この車好きな人はね、もうこの良さは分かってると思うんですけども、気になるのはお値段ですね。ほら、お値段の話になると急に俺から距離を置いて、まあ僕は30とは言いたいんですけど、あとは社長の一言ですね。30と言わなくてはならないような雰囲気ですね。行きますか。30、30決まりました。ありがとうございました。
すごい、ありえない、本当にありえないよ、これ30、ありえないですね。ネットで見ると調べてください、50はしますよ。ねえ、はい、行きましょうか。 ETC 入ってるし、ほら、けがこれね、ボディがこんな感じなんですけども、すごく走りが軽快です。昔のワーゲンと一緒でちょっとぐらい傷があったり錆びたりしてるのも、それがまた味になるから、これから10年20年乗っていてもなんて古くないっていうか、さらにかっこよくなる。あんまり値段下がんないんじゃないのかな、うん、そうだよね、はい、30万円で買って5年乗ったって15万円ぐらいで売れるよね。そうですね。いや本当にそう、だから考えてみたらレンタカー持ってるよ。そうでしょ、普通の車、例えば新車買ったらさ、500万円で買ったら1年乗ったら300万円になっちゃう車っていっぱいあるんだけど、これは30万円で買って5年乗って10万円には売れると思うよ。でこういうところなんかね、色が変わってたって、これ全然関係ない。あえてこのね、アレンさんで4代目これを紹介しましたけど、これ今回4代ともですね、あっ、ヤシオに来てよかったと、アレンに来てよかったと、ね、そうですね。あとここの他にもですね、何たって100台あるんですから。今日たまたま4台しか紹介してませんけども、気になるアストロもあります。で先ほどのですね、キャデラックもありますので、いろいろまた来ていいですか。はい、ぜひ。愛人ですか。ということで、ありがとうございました。ペリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。